<laughs> あの全員、あれ誰しか言ってなかったですからね。<laughs> え、おもろっていう感じです。え、なんかいろいろ、なんかこぼれ話聞けて、面白い、面白いです、まあめちゃくちゃ下世話な話なんで、もっと真面目な格霊の歴史の話とか、ワンチャンしようかなと思ったんですけど、あのーうん、格霊会残念ながら、こういう話しかなくて、基本、いや、でもまあ、あるだけいいじゃないですか、歴史があるってことですから。 まあだってそれこそスト2カラーになりますからねスト2って機種何なんですかえっとスーパーファミコンですねあの昔のゲームって先にゲームセンターで出てその後家庭用移植なんですよあじゃあ先にゲームセンターが先なんかそう昔ってそうだったんですよあ,あの,あのゲームセンターだと最新のゲームが遊べるっていう場所やったんですよ ゲームセンターが流行ってた理由ってゲームセンターに行ったら最新のゲームが遊べるからみんな行ってたんですよ32年前のゲームかスト2って 2> へえ<ー>すごいな2三32年前で、うん、今ストリートファイター6ってことは間隔すごい長いんですね、うん、じゃああ,あそうですあのー、ナンバリングがだから変わるってもう一世一代のお祭りなんですよもう多分567年ぐらいに1回しか変わんなくて<っ>実はストリートファイターって3の ででで回終終わわっったたんすよあそう実は3で1回終わったんですよあのー、4のプロデューサーの小野さんっていう方がいて小野さんって人がやっぱりカプコンって言ったら格闘ゲームでしょって言って、うん、その復活させたんですよ無理やり復活させたのが 4? そう、うん、本来は3でもうちょっとスリートファイター出すのきついかもなみたいな感じになったところを 小野さんがいやどうしても格闘ゲームを出,せ出したいって言って頑張って4を出したんですよ。でそっからストトリーーファイター人またた復活したんですよというのもねあの日本初めてのプロゲーマー梅原さんになったのがストリートファイター4からなんですよね<ん>あのゲームから<ー>梅原復活みたいな見出しでサードから4ってどれぐらいあったかな期間20年以上空いてたと思うんですけどいやえっとねうん、うん、サードが90、はい、確か9年とかのゲームなんですよ9年ぐらい空いたかな。 その時実は梅原さんも時戸さんもなんかゲーム界いなかった空気出てたじゃないですかいややめてましたよねねそうやめててであ新しくストリートファイター出たんやってなってみんなちょこちょこやってたんですよで当時あの携帯でネットがあったんですよストフォーネットみたいなこの剣のランキング1位誰とかこのキャラのポイント1位誰みたいなのが見れるんですよ まあずっとその時1位 CAB さんっていうバイソン使いの人が1位やったんですよねしばらくさんねであこの人がこのゲーム強いんやって思ったらある日突然2位になってたんですよかぶさんがえカかぶさん2位になってる1位誰って思ったら「梅原」って書いてあったんですよ <laughs>、えー、で「え梅原復活してるやん」ってなって全国で「梅原がいるなら俺もやる」って言って「ストリートファイター」4はやったんですよ えー、こ,れこれマジっすうんもうその頃から上原さんも有名だったんですねじゃあてかスト2の頃からめちゃくちゃ有名っすあ、はい、そうなんだ、うん、でもスト2って要はそのゲームセンターで流行るわけじゃないですかそうですねでゲームセンターってやっぱりその全国にあるから、うん、その大阪でやってる人東京でやってる人、うん、まあ東北でやってる人ってこうバラバラなわけじゃないですかそれでも名前知ってたりするんですか全員知ってます それどうやって知るんですか、それ。あ、もうね、あれっすよ。じゃ、ちょっと。あれ、ロールプレイしましょうか。ロールプレイ。ロールプレイしましょう。じゃ、ボタンさんは。あの、ストーフを。ちょっとやって。このゲーム面白い、なんで、ちょっと勝てるになっていったなっていう感じで。こう、演じてくださいね。で、僕、ゲーセンの、あの、常連のおっちゃん。なんか。最近。みたいな感じでいや、ボタン。 ボボタタンンちちゃゃんんんももも最近うまくなっっってててきたねっていやもうね最近でもねやや、ね、るすよでも、ね、ボタンちゃん梅原には勝てないよオオオーーールオールオール梅原知らんか梅原言うたら、ね、14歳で一つの全国大会かっこ参加者1万人を優勝した天才やー <laughs> っていう感じでで教えられるんんすよみっ<え> <laughs> あのちなみにマジそうやな角芸やる人だったら,だから僕も最初ストリートファイターじゃなかったんですよ始めたの何やってたんですか僕はねあのギルティーギアっていうゲームからゲーセン行き始めてでギルティーの全国大会とかは優勝するぐらいまでやったんですけどあすごいそうそうだから違うゲームの僕でも梅原はすごいってめっちゃ聞かされて育ちましたもん、はい あのそのそゲームセンターの常連のいやそう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  <laughs> いやマジでそうマジでそう <laughs> <laughs> いきなり「いやまあでも梅原がやったらな」みたいないきなり言われてそのギルティギアを梅原がやったらなみたいなそうそうで実際ちょっとやってたんですよ梅原さんギルティで「梅原がまだやってたらな」みたいな感じで横で言われるんですよでまあ僕も「いや梅原って誰なんですか?」って聞いたら「 聞いちゃったね君みたいな感じで <laughs> そ,うもうそのおっさんがこっち向き直って「<laughs> 梅原は」みたいな感じで話始めるんですよ。<laughs> <laughs> っていうのでもう全国あのー、やっぱ梅原はすごいっていうのが伝わっててただもうゲームやめて引退してたっていうもうなんか言ったら想像上の伝説っすよね。 僕も都心伝説だと思ってます、ね。そうそう、存在するもん。うなんそう、ほんまにほんまにほんまに。まあ、ツチノコみたいなもん。そう,そうそう、は <laughs> ですよね。梅原捕まえたら百万円で売れるぞみたいな。そうイマジナリー梅、そう、イマジナリー大五、イマジナリー梅原。<laughs> で、そんな人が突然ストリートファイター4の新作で、いきなりランキング一位に。梅原って出て、うん、え、これ本物なんってなったんですよ。 で、どうやら復活したらしいぞってなって全国のまた格ゲー勢の心に火がついたって感じっすねへえー、ちなみにじゃあグ倉さんその梅原さんの名前初めて聞いた時に、うん、えー、戦ってみてーとか思ったりするんですかそういうのっていや思いますよあのー、やっぱまあ僕も格ゲーマーなんで、はい、梅原梅原ってそんな強えのかよってやっぱみんな思うんすよどうせ話なんか持ってるでしょみんなみたいなってなるんすけど で実際ゲーセンの大会に梅原来るってなったら結構人だかりできるんですよできたんですよ昔でこれ結構みんな一緒なんですけど、まあ、僕とかその言うたら奈良なんですよね地元だ地方のキッズやったんですけどまあなんか東京の大会とか行ったら生梅原見るんですよいるんすよ、はい、はいはいはい 梅原ほんまにおるって思いましたからね。<laughs> <laughs> これマジで地方の格ゲー勢が初めて梅原見たら90%この印象なんですよ。でもうなんかソワソワするんですよ。<laughs> さっきまで梅原とか俺がぶっ倒してやるよとか思ってたのにもうなんか乙女になるんですよ。あの梅原さんですかってなるんですよね。え、孝二さん初めて梅原さん見た時梅原ほんまにおるって思いませんでした いや僕、あのほんまに何も言わずに<う>あらゆる角度から写真撮りました、ね <laughs> <laughs>。これ、SNS 上げていいかな、大丈夫かなみたいな。<laughs> なりますよね、はい、なる。いや、マジでマジで、これマジでそうなんですよで。しかも、ちゃんとやっぱめっちゃ強いんですよ。そう噂通りそり、う噂通り、通りマジで強くてあのー、対戦した人とかみんな、いや、梅原やっぱ強いわってみんな言うんですよ。だから 今梅原さんがあんな感じで配信してカルビさんとかに「梅ちゃん頭いいんだね!」とか言われてるじゃないですか。<laughs> あんな想像できなかったっすよ。昔だったら想像できないでしょうよね。いや昔マジで梅原さん超ミステリアスなイケメンやったんですよ。それが今なんか梅原さんやっぱ格闘ゲーム界のためにやっぱ、うん、なんか結構ちゃんと、まあ、僕もなんですけど面白おじさん、うん、なんかいい感じになって、うん、やっぱすごい、うん、いい意味で変わったなって思います。 確かなんか配信で上原さんあんギャしてませんでしたなんか東北えなんか歩いてた歩いてた歩いてたもち歩くみたいなしてませんでしたやってただからそう,そういうのする方っていうイメージがなかったんで本当に私も要はそのう じゃないけど、はい、想像上の梅原さんはなんか本当にミステリアスな方だったんでいやもともとそうだったんですようん、ですよねそうけどなんか今は本当にあのー、裾野を広げるというか格ゲーの間口広めるために、はい、なんか面白いこともいっぱい企画もいっぱいやってくれるしっていういい感じの人になってますねええ、しかも歩き切ったのすごいなって思って <laughs> ああ、なんかあれ青森の地方新聞載ったらしいですからね えー、えー、そうなんだそう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 そのレジェンドなんか3 0 0キロあんじゃんみたいな感じで <laughs> すごいそう,そう,そうえ地元だからとかですかなんか梅原さんって東北じゃてあいやそうそう地元なんですよ梅原さん出身が青森なんですねそれもあるかもしれないですねじゃあそうで、えー、でなんかねリスナーに煽られたかなんかであの企画始まったんですよえなんかどういうことですかいやなんか梅原さん散歩好きらしいんですねめっちゃ で梅原さんが配信で「いや俺多分青森までなら歩ける」とか言ってなんか言ったらしいんですよでリスナーに「いやさすがに絶対無理それはフォレストガンプでも無理」みたいな感じで煽られたらしいんですよ <laughs> <laughs> で煽られて「いや俺歩けるよいや俺分かったやるわあ俺歩くわ散歩するわ青森までああ」とか言ってちょっとあれなんですそれであの企画スタートしたんですよ っていう経緯がありましたね。でそれでなんかまあはい、はい、一緒に歩きたいっていうようなまあバカバカ格ゲー勢を集めてみたいな。あれは本当に一緒に来たいやつで集まったんですか。呼んだとかじゃなくて。えっと呼んだもあるやろうし、前捨てもあるやろうし、梅原さんのと絡んだらやっぱなんかちょっと恩恵はそうあるから。 それであのー、一緒に参加させてくださいってやつもいたやろうしっていう感じですよ、ね。なるほど。まあ、でも梅原さんと歩けるならって絶対思う人はいるだろうし。あそうですそうです。あそう、えー、ごめんなさい、あの格言用語なんですけど、その言ったら、お近づきになるために近づくことを、格言用語に前, <laughs> 前捨てって言うんですよ。あまあ前前スステテップのです、ね、っていうのが格言用語やな。 ぐいぐい来るのがマイステみたいな感じですね、だから。ええー、おもろ。っていう感じですね。